ユナイテッドナショナルヘビー級王座は、かつて、日本プロレスと NWA により、アメリカで設立。後に全日本プロレスに管理権が移り、PWF 認定のタイトルとなった、UN ヘビー級王座の略称で表記、故障される。現在は三冠ヘビー級王座を構成する3本の、ベルトのうちの1つである。日本以外では長期間、NWA の認可だったこともあり。 NWA ユナイテッドナショナルヘビー級王座と呼称される。この王座は日本プロレスがマイクラーベルに働きかけて1970年8月に NWA 本部がメキシコ、カナダ、アメリカの3国で通用する国際タイトルとして新設した。新設時からアントニオイノキにダッシュされたジョン・トロスまでの変遷についてはプロレス雑誌でも小説がある。 1971年3月26日にアメリカ・ロサンゼルスのオリンピックオーディトリアムでアントニオ・イノキがジョン・トロスを破って王座を獲得して日本に持ち込みほぼ定着する。初期は UN 王座を獲得したことで当時インターナショナルヘビー級王者であったジャイアント・ババに対抗するはずであったが、イノキが日本プロレスを除名されるとともにベルトは NWA 本部へ返還された。その後、坂口政治が王者となり延べ一年にわたり、保持、その坂口が日本プロレス離脱後には、高千穂秋久が王者となったが、間もなく日本プロレスが崩壊、王座は休眠状態になった。1976年に全日本プロレスの要請で王座が復活し、移行動団体に定着する。ジャンボ鶴田が、 王者になったが、タイトルの格は、PWF ヘビー級王座より、下とされていた。その鶴田も5度目の王獲得後、インター王座獲得に専念するために王座を、返上してしまい、全日本における、タイトルの格は3番目ということになってしまった。その後、天竜源一郎が長きにわたって、ベルトを保持し、天竜の代名詞と言われるまでになった。 1989年4月18日に、ジャンボ鶴田が、本王座、PWF 王座、インター王座の三冠を統一してからは、三冠ヘビー級王座の、ベルトの一本として定着する。01にて、現在の NWA が認定する NWA、ユナイテッド、ナショナルヘビー級王座というタイトルが存在しているが、上記の王座とは、無関係である。ありがとうございます。